にちは、Kファームです。今回は今小麦の追肥をしてまして、まあやっぱり風がなくなるのが夜とかしかないので、夜とか朝になっちゃうので、それで今追肥をやるっていう感じですね。で、今回小麦にやる追肥なんですけど、まあ、今年からちょっとやり方を変えて、尿素をちょっとこの4月の頭中旬ぐらいに単に40キロ振ってやるっていう方式に変えまして、で今これで振ってるっていう最中ですね。で今回外周をちょっとうちの外周のやり方を説明していきたいと思うので、それではやっていきたいと思います。でまずこのボグボールの外周やるときに、この外周用の設定をします。でこの2番目のトゥーボーダーってやつですね。でこれ下のフロムボーダーっていうのは本当の外側を走って肩振りですね。まあこのボグボールで言ったら左側だけを出すっていう状態でして、そうですね、左側を出す。でこのトゥーボーダーっていうのは右側、まあ、両方出すんですけど、この今映してる状態だと分かるかな、右側が、単に40キロの量が出る状態ですね。で左側は単に20キロ出る状態っていうことなんですよね。でそれで距離が変わってるんですよね。これ今うちは今尿素なんで24メーターに設定してあるんですけど、さっき言ったこのトゥーボーダーにすると右側が、半分の12メーターで40キロ分振らさって、左側が24メーターが飛ぶ状態になってるんですよね。それで掛け合わせるっていう状態で、で掛け合わせたら、まあ、20キロ20キロで、まあ、40キロになるよみたいな感じなんですよね。ちょっとやってきながらいきたいと思います。でこれトゥーボーダーにセットして、これが点滅しましたね。であとは PTO を回してエンジン回転を吹かすと、こんな感じですね。まあ、尿素なんで550回転から60回転の間ぐらいでやっていこうと思います。でこれが GPS の画面で、こちらがブロキャストの画面ですね。それではちょっとゆっくり行きながらやっていきたいと思います。これでスタートを押していきたいと思います。これで今両側出てることになってるんですけど、右側がもう12メーター分で40キロ振ってる状態なんですね。で左側は、まあ、24メーター飛んでる状態で、まあ、それで20キロ分出ててっていうのが、まあ、機械上で操作されてるっていう状態ですね。で、まあ、角行くと、まあ、とりあえずうちは角もしっかり巻きたいので、まあ、実際こうやって見るとトラクターの半分ぐらいまで飛んでるよっていう状態なので、ここで一回ストップしますね。ついたら、角までついたら、でまあゆっくり
バックして、またまあ大体なんですけど、まあ 12m のところらへんでまたスタートをして、こんな感じですね。またフラサルっていう状態ですね。これを外周とりあえず回るって感じなんですね。でこの時に縦畝走る時に、まあ、G ペース決めちゃって、まあ、AB ラインここでセットする感じですね。まあ、結構プロキャスなんで大体な感じでうちはやってて、まあ多少のロスとかもあるかと思うんですけど、まあ作業効率的にこれぐらいでやるのがいいのかなと思って。もっと精度よくやることもできるみたいなんですけど、まあうちの考えとしては、まあそこまで無理しないでもいいのかなっていうことでやってますね。もうそろそろ AB これで出るので、ここにスイッチがあって OK ですね。これで GPS 効いてるので、あとはまっすぐ行ってくれるはずです。でまた角ついたら同じようにやる感じですね。はい、もうそろそろ角つきそうなので、これで一回ギリギリまで行ったら切りますね。そしたらまあどんなところ行っても出ないのは出ないので、まあ大体また半分の 12m ぐらいは開けて、またスタートを押していきたいと思います。まあ、基本的に一度フラサったところは、まあ、任さらない状態なので、これがセクション今効いてる状態ですね。ここ、こんな感じでまず外周をやっちゃってっていう感じですね。これでまた端まで行ってみたいと思います。はい、また端っこに着きそうなので、この辺で一回止まってストップしたいと思います。まあ、これは結構ゆっくりやりながらでも全然まあ、一度フラサルところはこうやってちゃんと GPS じゃなくて重量センサーのところで聞いてくれて、まあ自動的に止まってくれるので、ここは焦らないでいいのかなって気がしますね。それではまた三角の部分ですね。ちょっとなんか夜なので前が見づらいのは見づらいんですけど、結構まあうちでは大体でやってるので、まあもっとこうした方がいいよっていうやり方もあると思うんですけど、逆にちょっと教えてもらいたいところはあるんで、もしよかったらコメント欄とかにも書いてもらえると僕も助かるので、でまあ今年から尿素40キロをこの奇跡の時期、まあ奇跡から溶水形成の時期に振るっていうのも、まあちょっとやってる人がいるみたいな話聞いて、でうちも参考してさーっと
とても参考にして、まあそれで、まあうちに合うかどうかわからない、やってみなきゃわからないんですけど、やっぱりこれで追肥1回で終わるっていうのはすごい魅力的に感じたので、まあボージョネ以外で走れる時期ってこの時期以外ないんで、まあ、やっぱりこうやって大型のブルキャス使うと、まあ、そういうやり方も変わっていくのかなって気がして、それで今年はそういう感じにしましたね。この外周使ってる時はもう正直あの GPS 全く僕は使ってないんですけど、縦うねだけって感じですね。で、あ、これで一周しますね。一周したらもうちょっとですね、一周したら終わりなんで、終わりというか、まああとは縦うねどんどん やっていくだけですね。でここも端までとりあえず行けるところまで行っちゃいますね。まあ、こうやってセクションでゲート閉じちゃう状態の時はまあ止まっちゃうんですけど、これでで PTO きちっと止まってから、この外周用のモードを切り替える状態ですね。これ PTO 回転なんで、はい、ゼロになりました。でまたこのノーマルのところに合わせて、はい、これでノーマルの機能になりましたね。これであとは縦だけをやる状態になってるので、どんどんやっていきたいと思います。一応うちではこういう感じで外周をブロキャス使うときは外周こんな感じでやってますね。ちょっと分かりにくい部分もあったかと思うんですけど、どうか多めに見てください。それではこの辺で失礼したいと思います。よかったらチャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。それでは失礼します。